あ、すいません、お待たせいたしました。では、次の曲いきたいと思います。Don't Look Back on Us。皆さん環境活動家って方がいらっしゃると思うんですけれども、
そういった方がね、まあ、僕なんか全然あのそういう知識もないんで、あのこういった参加するという形で参加させてもらっているんですけども、そのところで、皆さんがおっしゃっていることがあります。一人の100歩よりもみんなの1歩、その環境というところで、一人の方がね、いくら頑張っても、みんながね、ちょっとしたことでいいです。本当にもうゴミを捨てるときに考えたりとか、あとはそのそういったところで、海のゴミの、あの海洋ゴミとかそういったところの、こういった現実があるんだよとか、あの2階の方に今回そういった展示物とかもございますし、あとは小学生が描いた海を汚さないでみたいな、そういった作品も上に掲示されてます。そういったところでやっぱ子どもたちもね、こうやっていろいろ環境のことを考えて、ポスターとかそういったものを作ってくれてます。で僕たち大人も、これからね、未来へ、羽ばたいていく子どもたちのために、もっといろいろそういったところで、まあ、本当に小さなことで結構なので、今までやってなかったことを少しでもいいので、そういう環境にまつわることを、ちょっとでもやっていただければ嬉しいかなと思います。よろしくお願いします。では、最後なんですけれども、私事になるんですけれども、この度私歌を出すことになりまして、そのところその曲をちょっと実際のバンドでやるんですけれども、今回2人で、ちょっと、やらせていただこうかなと思うので、最後に、その曲1曲、やらせていただいて、終わりたいと思います。デッドフランでした。ありがとうございます。では、いきたいと思います。曲名は歯車という曲です。聴いてください。
一度きりだからあの頃の空に帰ることはできないけどいつもいつでも何度でもやり直しはできるから「きっと」